リーの人にはすごく役に立つと思います。これからカーネルパッチをちょっと投げてみたいな、自分でもそのカーネルパッチドライバー作ったりしてアップストリーム活動をちょっとやってみたいっていう人に、やっぱりこれでいいんだろうかって自分で思うところがあるかもしれないですけど、ちょうどいい指南書というかそういうふうになってましたので、まずこれパッチ書くときに、いきなり始まりますけどパッチ書くときにちょっと気をつけましょうっていう話です。これはまあだいぶ共有されている話だと思います。例えばその個々のパッチは十分その小さくて、まだ自己完結しているということですね。でもしこれなんかパッチ小さくしすぎたかなと思うぐらい小さくしてもいいですと。小さくなったパッチをメンテナーのあれでですね、元で、混ぜ合わせて大きくする、大きくしてコミットするというふうには全然問題ないんです。でもメンテナーが分割するのは難しいので、できるだけ小さくしてくださいという話ですね。であとは、ここのパッチ少なくとも関連ビルドできること、一つのパッチでそのやっぱシリーズになった時になんか2個目のパッチでビルド壊れて、3個目のパッチでそのビルド直すみたいな結構いい話ですね。1個ちゃんとビルドできること、もうそれできない、なんか一つでも自動ビルドテストに失敗したらもう無条件で次から削除するからみたいなことが書いてあるんですよね。で、あとこの辺りはコーディングスタイルの修正パッチはすごいウェルカムなんだけれども、別の変更と一緒にしないでくれって言ってます。これも要はスタイル修正とかそういったものがですね、分かれていったらその他の修正をバックホールするときにですね、非常にこう邪魔にならないですね。あとコードとコメントは80文字以下にする、これよく言われてるんですけど例外があって、それ面白いんですよね。プリント系の文字列は検索しやすくない一つにしてほしいっていう話です。グレップですね。そう、グレップで検索でしたときに、例えば e メッセージが入るんだけれども、あれメッセージがですね出てきたやつをグレップしようとしたらなんか半分に切られていて見つからなかったとかですね、そういうことを防ぐために、80文字以下にしたときでもあっても、プリント系はわざと80文字超えてもいいから長くしましょうっていうことがあります。で、あと、現状のコーディングスタイルとか名前、インデントの名前付け方とかインデントの仕方っていうことに、気をつけて従うということですね。もしそのあるファイル開いて、あ、これなんかこの途中からなんかインデントのルール変わってるとかですね、書き方がなんか変わっていて、どうもこれ別の何人かで書いてるようだなみたいなことが分かっているんだったら、それなんか間違って落ちてますよと。必ず要は開いファイル開いた時に、あ、なんか一人で書かれたのかなこれっていうふうなぐらい同じように見えるようにしましょうということですね。で、ここからが面白くて、むしろこの辺りですね、チェンジログのタイトルを書くときにですね、まず最初にあるの、これよく初心者というかですね、初めてやっている人に間違いあるんですけど、既存の規約とかに従うことっていうのがあって、Git ログのワンラインで最初のファイル開いてみて、ずらーっと見てくださいと。そしたら、タイトルだけこれワンラインっていうのをつけるとですね、タイトルだけずらーっとログで表示されますから、その時に、大体付け方の規約分かるでしょうと。PCI から始まって、その後ろにベンダーの名前があって、何をしましたっていうのを書いてもらってもいいみたいな。で、この時には例えばその動詞から始まる完全な一文を書いて、最初の一文字を大文字にするとか、こういったルールちゃんとありますから、これに従いましょうと。よくあるんですよね、動詞から始めない人とかですね、動詞から始まってても小文字になってるとかですね。で、あとタグの付け方がおかしいとか言われる。またタグの付け方に関してはドライバーの方は割と簡単なんですけど、コアの部分はですね結構ややこしくて、2つ以上のサブシステムが関わってるんだけど、これどの順序で書いたらいいんだみたいなところはいつも悩みますね。で、あと、特定可能な情報を書くこと。すごくジェネリックに、なんか俺が作ってるのはこれだからもうそんなこと言わなくてもいいだろうみたいな感じで書かれてしまうと何かわからなくなるから、きちんとそのハード XYZ コントローラーサポートとかですね、なんていう製品、なんていう型番のものに対する対応するドライバーなのかみたいなことをきちんと書きましょう。あと最後にピリオドとかね、よくやってしまうんですよね。最後にピリオド書くと何か実務に分かる。
いやー、コレテナーさんの趣味か趣味趣味趣味っていうかタイトルなんタイトルには手つけないでしょうっていう話ですね。で、そう、次からですね、チェンジログの内容ですね、あのタイトルではなくてチェンジログの内容が、まず一つ目、これよくあるんですね、タイトルなしで読むことができるチェンジログを書きましょう。どういうことかっていうと、タイトルで何々を出しますって書いたから、その中身は何々ですっていきなり始める人がいて、これチェンジログのタイトルを外すと何のことやらさっぱりわからないみたいなのでチェンジログはタイトルの続きじゃないと、それ自体で意味があるようにちゃんと書けと、タイトルの繰り返しでもいいからちゃんと書きましょうって言われて、もしくはあの昔よくあったのはタイトルだけで、このドライバーを足したって書いたからもういいだろうって言って、チェンジログがないやつとかがあったりするわけです。これもひどい。で、あと、変更点ちゃんと説明しましょう。Fix this problem ではなくて、この問題修正しましただけじゃなくて、どういうふうにして何々を足したり何々が言いたい、こういうふうなことをしましたっていうようなことをちゃんと説明しましょう。別に本のような長いものを求めてないんだけれども、関数名とか、仕様の参照とか、レビューはですね、どういう変更があったのかっていうのを確認するのに助けになる情報があります。まあ、特に今回、PCI Express の話だったので、仕様をよく参照しろっていうふうに言ってますね。あと、イニシャルだけの略語ですね、PCI とか IRQ、ID とか MSI、こういったものは、タイトル、チェンジログ、および本文、コードの本文の中のすべて、の英文で、大文字で書きましょうっていうようなことを言ってます。これがネイティブでないと多分よくわからないところになっちゃうと思うんですけど、こういったものを気をつけましょう。で、あと、関数名の後には括弧をつけて、配列の後には括弧をつける。これによってそれが関数であるとか配列であるとか、ちょっと他の普通の言葉とは違うんだよっていうことがわかりやすい。あとですね、リメッセージの出力ですね、スタックトレス関係するんだったら含みましょう。よくバグでパニックとか起きて、こういうふうな理由でパニック起きたんだけどっていうことを説明するのに、やっぱりリメッセージの出力を買った方がいいよねっていうふうにはちゃんと、チェンジログに入れちゃいましょう。で、ただ、関係ない詳細情報については、消してしまって構わないんですよ。例えば、通称、タイムスタンプとか、関数のアドレスとかは削ることができるでしょう。だから結構削ってしまっていいという話になる。ただ要はこの DMSA に出力を入れるのは検索エンジンで見つけやすくするためですよ。同じような問題にいきなりヒットした人がこれ前にもあったんじゃないだろうかと思って検索しやすくするためにこういうのを入れますよという話ですね。で、もう一つタブはチェンジログを確認しましょう。よく Git ログとかでですね、ログ見るとチェンジログの部分でタブちょっとずらされて表示されてるっていうのをどうですかね、見てると分かるんですけど、でそれによって4文字スポットずれてるんですけど、このせいでタブ文字を途中で使ってしまって揃えるとずれるんですよね、その部分だけ。だからタブはタブ文字使わないでください。で、もう一つ同じように、このチェンジログ、要は Git ショーで見たときに、横幅、Git ショーで見たときに横幅縮む文字ですよ。Git ショーは最初に4文字空白化するんで、基本的には75文字以下になるようにして、収めましょうというようなものがあります。いや、これも端末で、ログを見たときにちゃんと見えるようにというような形ですね。で、これ知らなかったんです。僕も知らなかったんです。インコが提案した以下の順序で、タグを並びましょうというのが書いてあって、これご存知ですか、Linux カーネルの中に、パッチ投げるときにですね、CC とか、テストファイルとか、こういったものをタグとしてパッチの中に入れていくんですけど、これ実は順序がありましたと。知らなかった。それは知らなかった。順序がありましたというか、順序、インコが提案しましたと。こんな感じですね。TIPC っていうと、このパッチは、この、前のパッチを修正するものですよって言ったときに、参照してつけるとかですね。あとリンクは参照のための URL、テレポーテッドバイとか、多分これサディステッドバイもここだと思うんです。ここも同じところだと思うんです
ですけど、誰かにバグレポートされましたよみたいな、あと誰がテストしてる、これは面白いですよね。才能バイは、パーサーでチェンジなんですけど、テステッドバイが実はその前だったりするんです。レポートされてからどうでもいいような気がしてテストするんだけどなんか逆になるって言って、で、あとレビューがなくの場合で CC が続くみたいなんですね。まあだからちょっとこれは提案状態なんですけど、分からなかったらこれに従うのが無難かなという感じです。で、あとはですね、まあ、さっきのタグなんですけど、タグに関連して、もしあなたがいるのコミットにバグを直したんだったら、フィクシズで参照して、またそのコミットの作品、このフィクシで直した時のコミットを投げてきた人、もう CC に入れましょう、ちゃんと。で、要は原作者に対して、ここバグってたよっていうのを伝えれるようにしましょう。で、この、まだですね、この書き方をすると、どの修正がそもそもバグフィクスなのかっていうことが明らかですし、そのバグフィクスはどこにバックポートすべきなのかっていうことが、明らかになる。であとは、カッコからのコミットへの参照を組みましょうということで、これすごい便利なので使うといいと思います。まあ、この形式で書けって、ですね、本文の中で、特定のコミット、過去のコミットを参照する場合、実は形式が決まっているんですね。ハッシュ値を12文字と括弧して、ダブルクォーテーションでタイトルを含めて、で、ダブルクォーテーションの括弧を閉じっていうのが正式に決まってます。なのでこれから外れると文句言われます。指摘されるので注意しましょう。でこれを作り出すエイリアスを紹介してくれてるんで、これは非常に参考になると思います。参考になるというか、僕はそこで入れました。で、あとですね、バグジラの URL をあれば含めましょう。あんまりバグジラがあることはないんですけど、まあ、公開でですね、例えばこれなんかレッドハットなんかよくバグジラに自分で公開したやつ持ってるんで、そこなんかは参照しやすいですね。あとは、問題の補佐に入れられるこれですね。これもご存知か知らないですけど、HTML カーネルコールの後に小文字の R スラッシュ入れてですね、で実はその後に、メッセージ ID、メールのメッセージ ID 書くとパーマリンクになります。だから HTML の、アーカイブの方はですね、実はパーマリンク持ってます。でそれから可能な仕様の参照組み合わせ、これもですね、議論するときに話がしやすくなるので、もし仕様書があるんであれば、仕様書と仕様書の中もここですよっていうのをちゃんと説明しましょう。で、まあ、その仕様書の中に何か書いてあるときに言及するんだったら、そこに書いてあるのと全く同じスペルとかでやりましょう。で、あと、必要だったら、ステーブル、CC のステーブル、上側からのコールタブを見ましょう。これ何かっていうと、デバッグパッチ、バッグフィックスのパッチとか、そういったものをですね、ステーブルカーネル、安定版カーネルにバックホールしたい場合って、実は、アップストリームに投げるパッチのところにこれを書くルールになります。でこれ書いて、アップストリームに投げて、アクセプトされると、Venus3 とかにアクセプトされると、自動的にボットが拾ってきて、グレープのところに投げてくれるっていう作りになっているので、これも忘れずにやりましょう。であと、まあ、ノーカーネルもこのパッチが必要になっているので、これも書きましょう。できればですね。まあ、実際には、ピクシーズをちゃんと書いていれば、そこと、重ね合わせてどれが必要かっていうのは分かるんです。であとは、そこまでチャレンジ力で、次が、まあ、最後はですね、パッチ投げるときの注意なんですけど、これ一つ目は、まあ、これ PCI だから Linux PCI になってますけど、まあ、基本的にはそのサブシステムのメーリングリストをちゃんと CC に入れましょう。もう直接投げてくんなっていうことですね。メーリングリストを返さずに直接メーテナに投げてくる人
とかいるらしいんですけど、それはやめてくれっていう話です。で、あとは2つ以上の関連するパッチの場合、これですね、シリーズとして2つ以上作る場合は、必ず0のカバーメールをつけると、0番目 の, あのパッチって言われている、そのカバーメールというのをつけるようにしましょう。で、そうすると、このカバーメールに対して、直接あのメンテナーが、あ、これ、このシリーズ OK みたいなことを言えるので、楽ですよっていうことになります。で、あとですね、もう一つまあ、新しいバージョンをシリーズで投げるときには、必ず V2 とかですね、こういったサブジェクトで、に対して、バージョン番号をちゃんとつけるようにしましょう。でこれないと、バージョンの管理がよくわからなくなって、古いバージョンなのか、新しい管理なのかよくわからなくなっちゃいます。でもう一つあるのは、そのシリーズの場合、どうしても10個あった中で、1個のパッチだけなんかひたすら議論になって、最終的にそれを修正するっていう風になったとしますよね。でこの時になんかこれだけアップデートした方がいいのかなみたいに思うんですけど、できればもう全部基本的にはもう全部丸ごとシリーズ丸ごとですね新しくしてあげてください。でないと それだけピックアップするっていうのは非常に難しいです。だから、まあ、もしその議論の中でメンテナーに聞いてこれだけアップデートして差分投げていいって言って聞いても OK って言われたら OK ですけど、そうでない場合は基本的には全部投げ直しましょうという話ですね。で、これは、まあ、ここの最後のページはあんまりあれなんですけど、まあ、もしその、あなたが本当にせっかちな人なんだったら、まあ、パッチ、これを変えたら、夜の方は、パッチワークスっていうシステムを使って、パッチの状況管理。でその時に、サスペンドして長いことをほったらかされていると思うんだったら自分でそこに行ってサスペンデッドというマークをして回ってくださいと言っているんですけど、まあスーパーセンデッドやったらサスペンデッドとか間違いをしてますね。で、あとはまあ、この次のやつもあんまりうまくいくとは含めないんですけど、あなたがパッチを書いて、もし今回のリリース、つまり、今 RC になっているリリースに含めたいっていうんであれば、そのことをきちんと書いてくださいということを言っています。で、そうでなければ、基本的には次のマージングネクストの方に行くようにしますよっていうふうに言ってますが、まあ、これ言っても通じるときは通じないときあるので、あんまり気にしない方がいいかなと思います。というわけで、こういうメールを見つけて翻訳してみましたというところです。なんか質問とか質問とかあっても困るんですけど紹介していただけたらどうぞ。質問じゃなくてコメントになるかもしれないけど、俺と半分近く似たのが Linux.com の関連の書いて、僕はそれを結構参考にしていて、ただそれも当時にですので、ちょっと古かったりすると、なので、まあ、新しいのがあったらちょっと勉強になりますが、社内ではそっちのベースにしたんですけど、ちょっと今回もしたら、そうですね、はい、やっぱり細かい服とか増えてるんで、アップデートどんどん重なっていってると思うんですよ。なので、やっぱり最新の、これ2017年末のやつなので、それなりに新しいものだと思いますので、新しいやつにどんどん変えていくのがいいと思います。補足すると、どちらかというと合に従えの話がの方が正しいと思っていて、このメール投稿されているのは PCI のサブシステムに投稿しているはずなので、本当にサブシステムによって全然事情が違うので、どちらかというと Linux というのは主語がかなりでかすぎるので、投稿先によって、作法をまあっていうのが正しいですね。ただ今ここで話された大半は、どのサブシステムでも非常に喜ばれる、作法なので問題ないと。ただ逆にこのあまり綺麗なやつだと呼ばれたズボラなところではなんかこいつのように綺麗なですかね。それでもかもしれない。多分この一番違うのこの最後の1ページかと
と思うんで。このパッチワークとかは、まあ、そう。うん、RC で入れたいみたいな。シリーズっていうのは人に呼ぶのかもしれないかなって気がするんですけど、相手はまあ、グループ。分からなかったら聞けばいいんですけど、まあ、基本的には本当に直近のをまず見て、みんなどういうふうになじ合ってるのっていうのをまあ見て、それに従っていくっていう態度が持っていれば、そんなに外すことはないかなっていう気がします。すみません、会談のドキュメンテーションの中にサブミーティングパッチってあった、今でもあったのかな。あります。あれって割とリアルタイムにアップデートされてる気がしてたんですけど、アップデートはされてると思うんですけど、あれもなんか結構ジェネリックに書いちゃうんで、もうちょっと緩いこと書いてあると思うんですよ。結構ゆるゆるだと思います、例えばこれのそのPCI なんでデバイスに依存するじゃないですか。なのできちんと型番書きましょうみたいなことは当然書いてないですし、やっぱりそのサブシステムの特有のこの情報含まれてないと片手打ちやんけみたいなっていうのはやっぱそれぞれの事情によるので、そこを外さないようにするにはメーリングリストをきちんとさらうとか Git ログで消毒して眺めるっていう態度が非常にエフェクティブだっていうのが私の経験ではある。その意味ではカーネルニューディーズに書いてある話のジェネリックな話が書いてあるのに対して、これはすごくスペシフィックな、そうですね、メンテナンススペシフィックな話が書いてあるっていう事例だっていうことです。でもそのやっぱりやろうと思ったら結構ジェネリックに書いてるっていうことは、うん、細かいところを気にしない形で書かれちゃっていて、うん、でもメンテナンスと当然その厳しい人と緩い人がいるわけですよ。で緩い人に合わせて書かれたドキュメントしかないから、うん、ね、そう話してる間になんかもうちょっと厳しいこと言われてるなみたいな話になってしまっていて、だったらお前言えよって言って撮影の車も思ったからね。そこつらみが発生してるわけで、これ今回見つけたのすごいいいなと思って、結構厳しいこと書いて、厳しいというかきっちりしたこと書いてくれてるんで、じゃあこれすごい行動指針になるなと思って。おねだりになっちゃいますけれど、ウィキに貼っていただいてもいいですか。いいです、はい、もしあれだったらファイルを送っていただいてもいいですし、合わせてちょっとビデオも YouTube に上げておきます。今の話、はい、Git ログの最初の書き方なんていうのはこれにほとんどおさらい、習った方が、他のやつなんで、そうです。どっかで見た記憶があるんですよね。このメニューリストで見たじゃないのは確実なんで、どこかにやっぱもとネタがあるんだろうな。元ネタがあったら多分ドキュメンテーションもこれ見ようっていうふうにメール上で言われるだけだと思ったんで、例えばそのこれ面白かったのがそのチェンジログ もちろん書くときの その細かい、ルールとかですね。12桁っていうのをどこかで見た記憶があって、チェックパッチでもしかしたら、そうです、チェックパッチとかではあるんですよね。チェックパッチでは入会が書かれないで、でもそれがなんかちゃんと明文化されてないなという、まあ、それがなんで怒られるんだろうとか思いながら直したけど、あとこのタグも順序付けですよね。順序付けいらない。順序付けはさすがに適当だと思うけど、いやこれ言われたことあって、あ、マジですか。いやこの順序ないよって言われて、こいつはもっと前だよとか言われてしまって、やっぱこういう順序あるんだって話もあります。そうですね、こういったのはすごくでも役に立つと思います。書くときに無駄にそのなんていうんですか、自分の中で葛藤しなくてよいというか、これこうした方がいいんだったっけ、どうだったっけって迷った時にちゃんと書いててくれるっていうのはすごくいいです。いや、なんだか大昔に実は10年前にこのプロジェクト始めて、で組み込み系の人のパッチをポロポロ出した時にアンドリュー・モートンとか言われたことがあって、いや、上田さんみんなに言っといてって言われて、それ何かって言ったら、あなた方がパッチを出すって
パッチを出すまではそのパッチはパッチを出す人のものだけれど、パッチが出されてそれでコミュニティに送られた瞬間、それはコミュニティの共有財産になる。だからみんなで読みやすいようなものにしてもらいたい。それがいろんなところに書いてあるから、そういうの尊重してねってまた例のアンドリーのスマイルで言われて、すごくああなるほどなと思って納得感があったっていうのが読み入ります。あの時のアンドリーの笑顔のその笑顔の裏にはみんなボロボロにしてるのねっていうのはよくわかるなって感じがするんだしたんだけど、でも大切なことですよね。いや、平松さん、どうもありがとうございました。